はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネル、ぶぬしのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていくのはこちらの武器でございます。96ガロン、僕は黒ガロンと呼んでおります。まあ52ガロン、ゴツガロンっていうのと言い方はね、まあ人それぞれ千差万別って感じなんですが、こちらスプリンクラー吸引器を持っている武器となります。まあガロンデコがね環境をはびこっておりますので、まあ、皆さんこちらのメインについてはご存知でしょう。ということでインク効率メインを2つとフェスティーでやっていきたいと思います。それではガチホコバトルいきましょう。まあ、特徴といえばやはりそのダメージ、射程もそうですがダメージ一発62です。62ってやばいよね。本当にもうお願いキルでキルできちゃう感じになっちゃいます。どんだけ激しく暴れ回っても2発当たったらそれで終わりです。ですが、特徴としてこちら弾ブレがかなり大きいのでジャンプ打ちはやめるようにいたしましょう。めちゃくちゃひどい弾ブレです。見てください、あらぬ方向に飛んでますからね何これみたいなレベルで飛んでいくので本当に気をつけましょうっていう状態ですね。さあ行きましょう。頑張りますよ。さあお相手はゴツガロン、ゴツガロン、若葉シューター、スプラマニューバー、あとはクラッシュブラスターネオか。一発とりあえずスプリンクラー巻いておきましょう。ゴツよりも長いんだよ。やばい、いやー吸引器を打ちたかったな。あでもあすげえ、いつの間に突破したんだ。これはあーデコイですか。オッケー、打つ前にやられんな、これは大変まずい出来事。うわあ関門まで突破された。いやですね、関門突破までされますか。おおっ、OK、さあカニタンク、ギリギリとりあえず突破されずに済んだみたいですね。射程はあるので黒ガロン、そこら辺はちゃんと気をつければ立ち回れます。ダメージめちゃくちゃだな本当に。相変わらずうわっ、スプラッシュですね。音聞こえたけどそこにあるとは。取れ、厳しいか、取ってしまったか。一発当たったか、当たってないか、状況的にさあ本当は吸引器でうまく決めたいんだかな。オッケー、二人持ってた。クラブラのネオ、まあクラブラとかのブラスター系はねいちいち交換されること多いもんな。さあどう来るか、いる？まだ人。うわっ、はいや、予想されてたか登ってくるの。一人残ってるね、クラブラのネオ。あー、そい、オッケー、クラブラネオか。
やマジか、これ厳しいね。クラブラが敵いるのまずいよ本当に。結構大雑把にやられるからな。あ、足取られた。スプラッシュボムで回避しようと思ったら足元がっていうのは結構あるあるだと思うんだけど、やられた側はたまったもんじゃないっすねこれは。オッケー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 。おー、それだけ撃ってんのか。今見えたわ。いやー怖すぎ。はぁ、いやーもうどうすんだこれ。ダメか。いやー厳しい。残り33を切るように動かないといけないんだろう。ゴツガロン、マジか。やられましたか。さあということで負けました。ゴツガロンマニューバに取られて見えてなかったですね。いやー、やらかしましたか。7キル8です。4球インキ、まあ、活躍度合い的にはどうでしょうね。まあ個人的にはやっただろうと思っていたらこれですからね。耐えたダメージファーストスプラット、まあ耐えたダメージは吸引機とかでちょこちょこ耐えてるっていうダメージだと思いますし、ファーストスプラットはまああんまり率先して前飛び出て最初にキルしたとかそういうのの可能性もありますからね。まあ吸引機ナンバーワンそうなんだよ。吸引機ナンバーワンって吸引機自分しかいないんだよな。その中でナンバーワンって言われましてもっていう気はする。ドン、よし、おー、頑張るしかないっすね。あんまりジャンプしないように本当に意識づけないといけない。本当はねジャンプとかを多用するのであれなんですよ、アクション強化とかをつけようかなーって思ったんですけどね。まあそれよりもそれで対策するよりもまだアクション強化を使わないでメインのやつをやりつつ癖を直しに行った方が強くなるんじゃないかなーという考えです、あくまでね。ということでお相手オーバーフロッシャー、ダイナモローラー、トライストリンガーもミジシューター、あー怖いね。当たってないだと、ね、あー雨フラシオバフロのメインか。マジか、刺される。今回味方がゴツガロン、クラブラ、シャプマのネオ、そして黒ガロンね。なっ、マジかよ。オッケーオッケー、もみじ
ブラストどこ？あそこか。怖っ。残り20カウンター厳しすぎるって。いやー、カウントがひでえ。もう終わりではあれ。バチコーン。うわっ、なんであの位置でそんなに止まったんだ。さすがにそれはダメだよ。 NG 行為。こちらがガチホコ持ってる間にね、敵のやつはたまるからね。なあ、くそー、うまいなトラストさん。さあ、マジかよ。どうする？オッケー。いいよ。いいよ。いいですね。トラストさん、あそこね。邪魔だろ。いてててて、いって、何トラスト、マジか。どこに刺してんだ。3オツ丁寧に処理されてますね。感じだと思ったんですけど、無理ですか。早いわ。さすがにこんなに早く味方が処理されてるとは。危ね。さあ負けです。あそこいい感じに処理できてたんだけどな。もう一人持っていければ、まあ、勝ちは難しいにしろ関門突破ありえたな。7カウントなんでね、あれが攻撃がうまく成功したとって勝てたかどうかは怪しいですが、結構淡々と処理された感がありますね。悔しい。さあ2敗、続けていきます。本当はそう、モデラじゃないわ、ガロンが2種いるからもっともっとキルをしていくべきなんですけどね。お互い、まあそうだね、トラストさんがめちゃくちゃ邪魔なんだろうね。トラストとダイナモの2種が、だってクラブラとシャプマのネオとゴツいる状態でさ、あんな遠距離部隊展開されたら厳しいよな。まあこれはしょうがない気もするな。相性っていうか対面する状態が悪すぎる。トラストさんかなり強いと思うよ。さっきの場所だと一強状態になってると思う。いやー厳しいですね。さあ
頑張るぞ長男かまど炭治郎じゃん。さあということで、お相手スプラシューター、デュアルスイーパーのチラス47スクリュースロッシャー、こちら、スプラチャージャーコラボスクリュースロッシャー黒ガロンシャープマーカーのネオカでございます。危な、怖すぎ、誰が取りに行くかな。おお、これは味方か。早いね。オッケー、一人やった、一人やったけど、なんかあそこ人いるよね。あぶ、うわマジか、人いたのか。あれ、あーよかった、やれてるね。トリプルトルネードとナイス玉勝ち合ったのにって思ったけど、うわー突破された、マジか。これは厳しいなですよね。かっ、ほっ、よいしょ、オッケー。こういうのができるのは強いよな、吸引機。とはいえ普通にメインで攻撃しても今割れてたかもな。お相手が打ってるその個々の打ち合いに強いんだけどな。さあ、あれどうしよっか。ノーチラス下か。いやー、あと1カウント厳しいな。あと1なんだ。どうする、いやマジか、一発当たったと思うけどな。さあ、うわーどうする、一発、二発目が入んない、逃げるね。いやー厳しいか。おお、僕かい、いやー早い、ノーチラスマジか、参加された、参戦されたか。スクスロだけだったら今うまく吸えてたのに。当たんない、ひー、うまいな立ち回り方が。はい、ギリギリ2発当てたか。いやー厳しい。さあ行くしかねえんだが、
いてよく耐えた。うわーマジかー、やられてる。今吸引機でナイス玉吸ってやろうと獲得したのに無理だったか。その前にホッコが落ちた。あーこれは悔しい。いや厳しいですね。だいぶエイムが合わずに追い詰められることもあるし、自分のせいではないとは言い切れないけど、活躍してないとも、なんか、いや、活躍してないか、スコアだけ見たら。ひどい。これはひどい。ノックアウトはされてないんだよな、今のところ。今のやつとかもね、ギリギリでノックアウトはされてないレベルで、とどまってるから。拮抗してるようには見えるんだけど、そうノックアウトはされてないんだ。ガチエリアとかの方がいいのか、どうなんでしょうね。よいしょ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 。おさあ始まりますね。さあ始まりますよ。リオラチャンネルさんいますね。 YouTuber の方かな、どうだろう。リオラチャンネルさん、ちょっと後で調べてみましょう。頑張るよ。いやメイン効率ガン積みしててこれだもんな。やべ、お相手はバリアブルローラークーゲルシュライバースプラシューターコラボ、うまい。スプラシューターコラボパーブーローのヒューカ、いやー怖い。やっべ、ふう、くっそー、ダメかー。こちらがスプラチャージャーコラボいるからうまく防げてますね。ありがたい。ただクーゲルシュライバーがうまく扱われると困るんだよな。うまい、ってこい。オッケー、お、なんかすげえ綺麗にやったけどメイン3発当たんなかった今。で、クゲ落とした。お願いショットみたいのですけど、クーゲルシュライバーここ落とすのでかいぞ。さあどのルートで来る。おっぷ、ここ、マジかよ。誰も参加して、いてててててててバリアブル誰も参加してくれなかった。ここを阻止するのにメインで塗っとけばよかったって思う時もあるよな。ああいう時吸引機あるあるだと思う。攻撃させてくれーっていうその場面。 OK、 今落ちたのはパブロヒューかな。
このタイミングで来るかよ。めちゃくちゃいいタイミングの展開だと思ったのに、これまずいな。どの向き、何ガチホコショット、今何で やったんだ、何を倒したって書いてあったけど、そもそもそんな倒すようなもの撃てねえんだよなこれ。ケイクゲ倒した、ナイス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 、オッケー。ただこちらの方がカウント1負けてるんだよ。さあそうなんだ、1負けてるんだ。めちゃくちゃ遠投です、遠投のエントロピーでございますよ。ダメか、あー一発当たったけどな。ハンコでやられたっぽいな、パブロ Q の。あと30秒、いや、お一発当たってたか、ありがたい。さあどうなるか、いや向こうが取るか、いや負けた、4戦4敗、マジですか。なんかやれてる時とやれてない時すげえギリギリで負けてるんだよな。今回とかも1カウントですし、そうこういうのがあるから厳しいんだよ。やれ、いやどうなんだろう。9キル8です5吸引器、わからないな、どうだろう。さあ負けですね。ウェイ、さあ次回のリベンジ会確定ですね。リベンジ会やるほど負けがかさんでるんだよな。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。黒ガロンは次回リベンジとなります。とはいえ黒ガロンが得意なルールってなんだろうな。エリアか矛だと僕は思うんだよね。ヤグラも、ヤグラはどうだろうね。やれはすると思うけど、エリアかホコかだとは思って今回ホコに行ってこれだもんな。なんか難しいですね。それではまあ次回はエリアかな、やるとしたら。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね、次回リベンジ会です。